はい、というわけで取ってまいりました。大量の亀の手です。これを今から食べていくわけなんですが、ここ高知県では、標準和名亀の手を、シー、あるいはセーと呼んで食用にしています。調理法としては塩茹でで、まあ、身の部分だけこうちょこちょこ、しゃぶるような食べ方、あるいは汁物ですね、お味噌汁の種、あるいは出汁の素にしたりします。ちょっと今回はね、その地元の食べ方に習ってトライしてみたいと思います。じゃあまずね、磯の藻類とかがくっついてますんで、軽くゴミを洗い流します。おい、うわ、結構汚れ一瞬で出ますね。砂とか、まあ、そうですね、砂とか小石とか藻類がかけられてる。どうかな、さっきね、その地元の方にちらっとお話聞けたんですけど、ものすごくいい出汁が出るということだったんですよ。なんですごく楽しみなんですけど、とりあえずね、茹で上がりはしました。これちょっとつまんでみましょうか。はい、じゃあというわけで、亀の手茹で上がりました。早速試食してみたいと思います。で、この食べ方ですけど、としのさん、これはこの根元のトカゲの足みたいなところを皮を剥いて中身を食べる。はい、そういうことです。どうやって剥くんですか、力を合わせる。あ、そうですね、もう意外と出てきてます。本当だ、カリッとで、あ、なんか出てきた。あ、これですね、これが身、そこにもう、はいはいはい、あ、なんか思ったより色合いがどす黒いですね。なんだろう、甲殻類というよりキノコみたいなね。美味しいのかな。じゃあ早速いただきます。あ、うまい。完全に、ああ、なんだろう、カニの爪かな。うん、やっぱりちゃんとエビカニの味がしますね。ただ一口がものすごいちっちゃいですね。あ、でも噛めば噛むほど味が、甘みが出てきます。うまい。あ、これはうまいわ。特大。うわ、煮汁が。あ、でもこの出汁がもしかして、あ、美味しい。この汁がまでうまい。で、中身も、うん、あ、これね、うまいわ。相当美味しいです、これは。本当に中身はそうですね、小豆粒からよくて大豆ぐらいの肉片しか入ってないんですけど、それでも食べる価値があるぐらいいい味、美味しいです。なんだろうね、不思議だね。やっぱあれか、すごく歯ごたえが他の甲殻類よりも強い。むぎゅむぎゅってします。これやっぱあれですかね、この粗い磯にギュッて張り付く、しがみつくための筋肉っていうことなんですかね。すごく筋肉質です、見た目に似合わず。美味しい。いや、これは結構感激。一回食べたら十分な珍味なのかなって思ってたんですけど、うん、これは何回でも食べたいですね。最高です。解体していただくと、おお、まだ楽しみに思ってた。ボトボト出てる。うわ、この満脚の根元。はい、はい、まあ、なんかイメージ的にはあれです、カニが頭を下にして逆立ちして自分の足をこう出してるような感じ、はい、これ解体図とか。なるほど。あ、これちょっといい。亀の手を茹でた後の煮汁がすごくいい出汁が出るそうなんで、これちょっと味噌汁作ってます。ちょっとお味噌はね、そんなにあまり多く入れずに、素材の味が分かる程度にして、
じゃあいい出汁が出ると評判の亀の手味噌汁いただきます。本当かな、なんか磯臭いだけで終わっちゃいそうな気がするんだけど、いただきます。ああ、わかる地元の人が言ってたこと分かった、美味しい。味噌汁にね、この磯の香りが合います、すごく、食べ終わった後の残りの煮汁でもう一品作れるっていう、なんだろう、一石二鳥というか一つ二度おいしいのがいいですね。だってこれで二品できますからね、おかずが、おかずというかつまみというか、うん、ああいいですね、これはいい食材だわ。あ、おいしい。この見た目なのに出汁の味が貝系じゃなくて甲殻類系、エビカニ系っていうのが、うん、分かってても不思議ですね。面白い生き物ですね。はい、というわけで人生初亀の手、最終から下ごしらえ調理、そして味見に至るまで一通りこなしましたけど、確かに珍味界の有名どころになるだけはありますね。前評判通り、いやそれを超えて美味しいものでした、やっぱね食べてみると、あ、確かにこんななりでも甲殻類なんだなっていうのを再認識させてくれる味でしたね。でね、あの亀の手以外にもこの高知大月の海にはすごく面白い生き物、美味しい生き物、不思議な生き物たくさんいます。なので今後もね、定期的に通っていろんな生き物を取って食べてみたいと思います。じゃあ今回は以上です。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。インスタ、ツイッターのフォローとチャンネル登録お願いします。